三原市の満潮梅林では、先週2ヘクタールの敷地いっぱいに植えられたおよそ1000本の梅の花が満開を迎え、多くの人が訪れていました。園内に植えられている梅は南高梅やしだれ梅などおよそ20種類。梅の木は花が散ると初夏には立派な実をつけます。満潮梅林の今シーズンの花見祭りは終了しましたが、6月に入り梅が実ると梅狩りを楽しめる梅もぎ祭りが開かれます。